し不器用になっていたのかな寂しくなったけど無意識のコールすぐ止めた憧れたはずの場所はキラキラと眩しすぎるから写真に吹きかけたため息とか強がりとか返事なんてないのにねどうして一人きりなんかじゃないと一人きりでつぶやいてたこの声は届くのかなあの日にはぐれたままの君まで握りしめてたはずなのにこぼれ落ちてた鍵のようにいつかねまた出会えるただそう